どうですか、私たちなんか変わりました？え、いや、イメージからですか、はい、いや、なんかもうイメージ通りだなと思いました、二人とも。まあ確かにね。なんか、うん、あの多分その最初のアフレコ室でご挨拶でいらっしゃらなくて、その時の夜に私テレビで見たんですよ、ちょうど。 ありがとうございます、それはそれは。それで、あ、すごいこんな感じの子なんだと思って、で初めてお会いして、あ、やっぱこんな感じの子なんだ。変わらなかった。変わらなかったです。で、カズ社長も、あ、すごいクールそうでかっこよそうだなと思って、やっぱ変わらなかったです。本当ですか？そうだよ、それは違う。いやでも多分あれですもんね、あの撮影も数日しか被らなかったんで、うんうんうん、あんまりお話しする時間もなかったんで。そうですね、意外となんか見破られてないのかもしれない、もしかしたら。奥山和也に関しては和也ちゃんが来て、で東映の方が撮、あの、なんて言ったっけ、焼き芋、あ、焼き芋の差し入れをくださったんですよ。で、それでこうお茶番のとこで和也ちゃんが急に私に、芋食ったって。芋食った、もうね。それがちょっと、ごめんごめんごめん。パワーバウンド、最初の初めての交わした言葉が芋食っただったので、これどうしたらいいんだろうと思って。超ビビって、超ビビってビビるよ、いきなり芋食った言われたらビビるって。でも二言目が飲んでるだったんですよ。お茶を。ねえねえねえ、居酒屋、ごめんごめん、居酒屋じゃないんだからさ、やってるっつって。それは本当恥ずかしいな。もう、いや、でもなんかそのおかげでちょっと、なんだろう、ちょっと和やかになった気がしました。やばいな。あれ行けって言ったのがもう9年の、あの南さんと木津くんが、うん、ちょっと行ってきて行ってきてみたいな。そして私も突然でどうすればいいか分からなくて、芋食ったしか言えなかった。なんかね、ちょっと、いや、コミュニケーション下手か。それでもクールと言ってくれる。まあそれがまだ良かったね、クールにとどまってて。ありがたいよ、本当に。良かった、いい子で良かった、お子さんが。